マーリンズ、ドジャース、日本時間20日マイアミ、理解不能の活躍に、米メディアは困惑と称賛の様子だ。ドジャース・大谷翔平投手は19日、日本時間20日、敵地、マーリンズ戦に、1番、指名打者で出場し、自身初となる3打席連続の51号を放った。1試合3本塁打10打点の活躍に、米メディアは翔平、マジかよ、言葉が出ないと惜しみない称賛を送っている。 初回の第1打席では右翼フェンスに直撃する二塁打を放ち、50投塁目にも成功。第2打席では右的地打でこの日2個目となる二投を決めた。3回の第3打席では左中間へ2点二塁打。そして、6回1・死2塁の第4打席では打球速度111.2マイル、約179キロ、飛距離438フィート、約133年5月メートル、角度36度の特大49号を記録した。 これだけでは終わらない、7回西三塁の第5打席、ナックルカーブを左翼席へ運打球速度109.7マイル、約176.5キロ、飛距離391フィート、約119年2月メートル、角度27度の一発。50から50を達成し、敵地ファンも総立ちで快挙を称えた。ドラマはまだ続いた、9回の第6打席では113.6マイル。 約182.8キロ、飛距離440フィート、約134年1月メートル、角度36度の一発を宇宙間石に叩き込んだ。